皆さんこんにちは、わたがしです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回なんですけれども、この間ねパチンコを打っていて起きたブドウについてのお話と、あと、ブドウができるまでの過程を動画に収めましたので、それを紹介するのと、その後ついでにね、ブドウができる原因とは一体何のかということ、自分自身でブドウを作ることはできるのかということ、最後に、もしブドウができたらどう対処すればいいのかということについて、お話ししていきたいと思いますので、この動画もね必ず最後まで見るようにしてください。よろしければグッドボタンよろしくお願いします。それでは、ブドウについていろいろとお話ししていきたいと思うんですけれども、皆さんブドウってご存知ですよね。はい、まあ大半の方が知っていると思うんですけれども、知らない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にね説明させていただきます。まずね、スロットの、ジャグラーの小役にあるブドウではなくて、パチンコ台に玉が詰まって、果物のブドウみたいになるような状態のことをブドウって言うんですけれども、例えばね、袴周り、風車周りですよね、に玉がねどん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 溜まっていって、できるものもありますし、一番下のアウトからどん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 溜まっていって、へそ周辺までね、もっこりとなっているような状態、こういったブドウになることも、あるんですけれども、まあそれをブドウって言うんですが、まあ打ち手側からしたらねめちゃくちゃ嬉しいことなんですよね。はい、例えば風車周りに、ブドウができた場合っていうのはもうね、左側から、玉がポロ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 こぼれる心配もなくなりますし、あるいは、ワープ部分にどん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 玉が入っていって、ステージに玉が乗っかりまくってへそへの入賞率が格段に上がるみたいな、あるいは、アウトのところからどんどん溜まっていった場合はもうねパチンコ玉でもう道釘を完全に塞いでいる状態なので、もう一玉流すと確実にへそに入るみたいな、なんかそんな状況にもなるんですね。はい、まあ、この間私がね、花の刑事漆黒の衝撃で、まさしくそういった現象にあったんですけれども、そのね花の刑事の動画、皆さんにまず見ていただきたいと思います。それがこちら。はい、というわけでね、花の刑事漆黒の衝撃のブドウができる瞬間をね皆さん見ていただいたと思うんですけども、いかがでしたでしょうかね。はい、ちょっとね長い時間撮影させていただいたので、店員さんとかねお店側の人には申し訳ないなっていう気持ちはあったんですけれども、どうしてもね YouTube に動画を収めたいという思いから最後の最後まで撮影させていただきました。はい、で、見ていただいて分かったと思うんですけれども、ブドウができるとめちゃくちゃへそへの入賞率上がりましたよね。はい、でまあ最終的にはへそにね玉が入っても、感知されないような状態になって、まあセンサーが働かなくなっちゃったので店員さん呼ばせていただいたんですけれども、実はね撮影している時からもう店員さん後ろの方でスタンバっていたんですよ。
はい。で、実はね、こういったブドウとかができて不正入賞ではないんですけれども、異常なね、出玉が、感知されるとホルコンの方ですぐに調べることができるわけなんですね。で、それを見ておそらく店員さん後ろの方でスタンバってくれてたと思うんですが、まあ私がね、撮影してたので、話しかけない方がいいのかなと思って多分察してくれてたんだと思うんですよ。はい、ありがとうございました。で、すぐにね、店員さんが直してくれて通常営業を再開したわけなんですけれども、まあこんな感じでね、ブドウができる過程とですね、ブドウができた後どれぐらい回転率が上がるのかっていうのをね、皆さん、理解していただけたかと思いますので、じゃあ次にですね、ブドウができる原因とは一体何なのかということについて、ここからね、ちょっとサクサクとお話ししていきたいと思いますので、聞いてください。ブドウがね、できる一番の原因っていうのは、やはり釘のいじりすぎなんですよね。釘をいじりすぎて、玉の循環がスムーズではなくなるから、どん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 玉が溜まっていって、ブドウができてしまうわけなんですよ。はい。よくお店側が、あまり上手でない人にね、釘を打たせて、鎧釘とかバラ釘とか、まあ、いろいろなところを構ってしまって、そこからね、玉がよく流れていかないから、結局玉がどん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 溜まっていって、ブドウができてしまうみたいな。なんかそんなこともね、あると思うんですけれども、まあそういった、原因があるということですね。釘をいじりすぎて、どんどん玉が詰まっていってしまうということが挙げられます。はい。じゃあ次ですね、自分自身でブドウを作ることはできるのかどうかっていうことなんですけれども、今現在は自分自身で作ることはできないです。はい。昔は、ブドウごとっていうのがあって、例えば玉にね、接着剤をつけて無理やりブドウを作っていた、人もいますし、あるいは、センサーのない反応しないパチンコ台とかが、まあ一部分だけ反応しないところとかがあって、そういったところに磁石をくっつけて、パチンコ玉をそこに全部集めてブドウを自分自身で作り上げていた、そんな感じの人がいたんですけれども、今のねパチンコ台だったら、まあまず無理なんじゃないかなと思います。はい。なので、まあ絶対にねやらないでほしいんですけれども、そうやって昔はブドウを作っている人がいたということですね。で、なんか作りやすい機種と作りづらい機種があったらしいんです。今もね多分あると思うんですけれども、まあそういったことはねあまり深くお話ししないでおきます。まあ自分でねブドウを作るっていうのは、まあ違法というか、お店側からしたらね嫌な客なので、まあやめていただきたいなというふうに思います。はい。なので自分自身でブドウを作ることができるのかっていうのは、まあ今はできないかと思いますと言っておきます。はい。次、もしブドウができたらどう対処すればいいのかっていうことですね。はい。まあこれは人それぞれ意見が違うかと思いますので一概に答えはないんですけれども、まあ私の場合だったら店員さんが駆けつけてくるまで、まあ回していいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ中には店員さんの中にはね、怒る方もいらっしゃるんですよ。なんですぐに呼んでくれないんですかとか、ホルコンで調べればわかるのになんで、教えてくれないんですかっていう店員さんも中にはいらっしゃいます。ただこういった方には申し訳ないんですけれども、自分自身で好意的にブドウを作ったわけじゃないので、なんか怒られる意味なんてわからないですし、まあ期待値爆上がりの、台に変身するので、まあ、私は気づかれるまでは打っていいんじゃないかなと思います。まあ店員さんに気づかれたりとか、ホルコンでね調べればすぐに分かってすぐに飛んでくるかと思いますので、まあ30分未満にはおそらく来るかと思います。ただそれまでの間は、気づかれなかったら別に回していいんじゃないかなというふうには思います。間違ってもその台をガンガンガンって叩いて、弾をね下に流したりとかはしない方がいいですね。はい。もしブザーとかが鳴ったら困りますし、パチンコ屋のね店員さんとか周りのお客さんからしても台バン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 叩いてたら嫌じゃないですか。もちろんねブドウができて崩したくなるのはわかるんですけれども、まあ速やかに店員さんを呼ぶっていうのがまあベストベターですね。はい。まあそんな感じでですね、今回お話ししたことをまとめてね終わりにしたいと思うんですけれども、まずねブドウっていうのはスロットの、ジャグラーにあるね、ブドウではなくてパチンコ台にね玉が詰まって、まあ果物のブドウみたいな状態になるからブドウって言われているんですけれども、そのブドウが発生したら、まあほとんどの台はすこぶる回転率が良くなって期待値の塊の台になると。でそういった時は店員さんが来るまで回してもいいですし、まあ速やかにね、店員さんを呼んで解除してもらうのもありかと思います。間違っても台をバン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 叩くことはしないでください。で、回転率がめちゃくちゃ上がる、ブドウもあるんですけれども、全く回らなくなる場合もあるんで、まあそういった時は、お遊び半分で、まあ写真撮るのとかはありなんですけれども、まあ間違いなく玉が無駄になりますので、店員さんを呼んでください。で、店員さんを呼んで、ブドウを解除してもらった時は、まあへそにね、何玉か、掘りを貯めてくれるホールだったり、ポケットの方に、玉を入れてくれて、まあ玉を出してくれると。まあそういったホールが、たくさんあるかと思いますので、まあ解除して、メリットは、普通にあるということですね。それだけは覚えておいてください。
はい、まあそんな感じでですね、今回の動画は終わりにしたいと思うんですけれども、もしですね、私綿菓子に何か聞きたいこととか相談事とかね、まあパチンコのことでもバイナリーオプションのことでもお金のことでも何でもいいんですけれども、相談事がありましたら LINE アットをやっておりますので気軽にご連絡してきてください。で、 LINE の友達追加方法に関しましては概要欄にねリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスのほどよろしくお願いします。あとですね、この動画を気に入っていただけたら、参考になりましたらぜひともグッドボタンのほどよろしくお願いします。励みになりますので、ぜひぜひ押していってください。あとですね、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録もしていってくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。